皆さん、こんにちは。マーティン、ダーのミャクーボーイ、キングタクです。今日は10円ゲーム。昭和懐かしい10円ゲーム、わかるかな？新幹線ゲーム。これ難しい、こういう。フィルム。いろんな証があってね。はい。中はもういろいろ電球とか入って、まあ、信頼の選別機能。店とのいたちごっこ、まあ、振り、払い戻し機、いろいろあってね。こういうメカニック、驚きました。これ新幹線ゲーム、一番人気だそうです。熱海県にはこういう、いろんな駅で行ける県もあって楽しいです。はい。当たり券これいいですね。はい。この裏技、ため打ち、あと通通10円戦法、いろいろあって、10円ゲーム、まあ、キャラクティーカナマルなどいろいろあります。こういう昭和のゲーム、東京渋谷区、恵比寿南、こういう懐かしいレトロなゲーム、尋常ですね。はい。そのゲームのカテゴリーは、まあ、10円弾き玉やルーレット系、玉弾き系、パチンコ系、小型機、ユニーク系、クレーンゲーム、ドライブゲームなどいろいろ10円ゲーム、懐かしいですね。というわけで、今度は、次回はいろいろ紹介します。以上です。バイバイ。